2022年9月28日、アメリカのシンクタンクである戦争研究所は、ウクライナ東部のドネツク州において、ウクライナ軍の攻撃が強まっており、北部のリマン近郊においてロシア軍に占領された領土の奪還が進んでいることを明らかにしたよ。ドネツク州の隣にあるルハンシク州知事は、ウクライナ軍はほぼ全土をロシア軍に占領されているルハンシク州の解放を進める上で、リマンの攻防は大きな鍵となると指摘しているようだな。ウクライナ軍がリマンを奪還することで、ルハンシク州における大きな戦果につながる可能性があるだろうからね。そうだね。さて今回は、ウクライナ東部のドネツク州でウクライナ軍の反攻が強まっていることについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ウクライナ軍は9月に入って北東部ハルキウ州において反攻に転じ、快進撃を続けており、ドネツク州とルハンシク州の州境に沿った地域の支配を強化するため、抵抗勢力の掃討を進めていて、リマン市はほぼウクライナ軍に3方向から包囲される形となっていたんだよ。ドネツク州北部の要衝であるリマンにおいては、9月21日に新ロシア派が樹立したドネツク人民共和国がその防衛を担当しており、同共和国の幹部によると、リマンへの侵攻を図ったウクライナ軍の2個大隊がリマン市の北側から攻撃を仕掛けてきたが同共和国の兵士が撃退し、ウクライナ軍がかなりの損失をかぶったとして明らかにしていたのであるが、どうやら勢いに乗るウクライナ軍によって少しずつ東に押し戻されて退却しているのではないかと見られているよ。戦争研究所ではロシアからの情報に基づいて、ウクライナ軍が東部ドネツク州リマンの北方約20キロや北西約22キロの地点でロシア軍の防衛線を突破した模様だと分析していて、5月にロシア軍に占領されていたリマンは、6月に陥落した東部ルハンシク州の拠点都市セベロドネツクの西方に位置し、ウクライナ軍がセベロドネツク奪還する際の重要な拠点となり得る都市であるんだって。リマンはセベロドネツク奪還する際の重要な拠点となる都市なんだね。また、イギリス国防省によると、ウクライナ軍は北東部ハリコフ州では、撤退を続けるロシア軍が防衛線を敷こうと試みたオスキル川東岸に溶かしており、複数の拠点を確保しているとされているぜ。イギリス国防省では依然として東部戦線の戦況は複雑ではあるものの、ウクライナ軍はロシア軍が重要と位置づけて防衛線を敷いている地域への圧力をかけ続けていると述べていたよ。東部戦線のみならず、ヘルソン州やザポリージャ州の南部戦線においても守勢に立たされているロシア軍であるが、アメリカの CNN が、ロシア軍の内部ではウクライナ軍への対抗策について意見が割れているという、アメリカの情報当局関連者からの情報があるとして報じているみたいだよ。それによると、ロシアのプーチン大統領は現在、自らが戦場の将官に作戦指示を与えているとして、これは現代の軍隊では異例の管理手法であり、開戦当初から指摘されてきたロシア軍の指揮系統の機能不全をさらに助長するものだと情報筋が指摘しているというらしい。アメリカなど西側諸国の情報機関が傍受しているロシア軍内の通信では、ロシア軍の将校が作戦行動中に言い争ったり、母国の家族や友人、親類などとのやり取りで分かったロシア政府の動きについて、不満を漏らしていたりする様子が確認できていることを示しているみたいだな。また、ロシア軍の参謀級の幹部の間では、どこの地域の防衛線を強化すべきかとのことでも意見が統一できておらず、戦略や作戦立案をめぐって深刻な意見対立が生じているとなっているらしいよ。意見が統一されてなくて対立も生じているんだね。ロシア国防省では、ウクライナの進撃が最も目立つ北東部ハルキウ州方面に多くの部隊を移動させていると主張しているが、西側諸国の情報筋が掴んでいる情報によれば、ロシア軍の大部分は依然として南部ヘルソン州方面に留まっているとされ、ロシア本国からの命令に現地軍が従わないなど、混乱をきたしている可能性が高いとされているよ。また、ロシア国内においても先日プーチン大統領が発した部分動員令をめぐって混乱が生じていて、周辺各国との国境に招集されることを拒否する市民が殺到し混乱が続いているな。戦争研究所は、何十万人ものロシア人が出国を試みている現状を食い止めるため、ロシア当局が国境地域へ国民が移動することの制限に乗り出したと指摘しているが、ロシアの独立系メディアメドゥーザは、市民の不満拡大を当局が懸念しているために国境を閉鎖するまでには至っていないとしているみたい。メドゥーザによると、プーチン政権に近い情報筋からの話として、プーチン政権は国外に脱出しようとする国民の数がこれほどまでに多数になることを予想しておらず過小評価していたとして、国境を封鎖するのは困難だと述べたというぜ。アメリカの宇宙技術企業マクサーテクノロジーズが公開した衛星画像からは、ジョージアとの国境ではロシア国内 26km にも及ぶ渋滞が確認されたとして、
同社は CNN に対し、車列はおそらく、確認したよりもさらに北のロシア国内奥深くへ続いていたと述べているというんだって。また、空路でもアルメニアやトルコ、ジョージア行きの便の搭乗券が軒並み完売状態とされていて、ロシアから出国が可能な周辺国への片道航空券の価格が大きく高騰しているとされているね。ロシア国内での部分動員令をめぐる混乱を受けて、プーチン大統領が30日にも併合を発表するとみられているウクライナ東部ドネツク州マリウポリのボイチェンコ市長は27日、新ロシア派が強行した住民投票を経てロシアが東南部4州の支配地域を編入後に、住民のロシア軍への徴兵が始まると警告を発するなど、国内の動員がうまく進んでいないロシアが編入した地域のウクライナ人を動員する可能性が示唆されているぜ。その理由として、ロシア国境に配備する治安部隊の兵員が不足していて、万が一にも暴動が起きた場合に抑止できないとして治安維持の問題があることを指摘していて、プーチン政権は部分動員に関する非公開の世論調査を実施したものの、それが好ましい結果ではなかったことから国境を閉鎖することができずにいるとしているらしい。このロシアが実施した予備役動員について、アメリカ軍高官が SNS からの情報であるとした上で、すでにウクライナの戦線に投入されていて戦死者が出ていると可能性があることを示唆しているよ。これらのロシア軍兵士は、招集後にわずか1日に訓練でウクライナに送られた者もいるとして、この高官は過去に訓練を受けたことがある予備役であるとしても、わずか1日の訓練で前線に送り出すなどということは、アメリカ軍に照らし合わせてもありえないことだと述べたというぜ。そして9月27日に、ウクライナ内務省のアントン・ゲラシチェンコ顧問がテレグラムにある動画を投稿したみたいだよ。その動画は5日前の22日に撮影されたもので、ウクライナと国境を接するロシア西部のロストフから動員されたロシア兵が投稿した際の動画とされ、部分動員令によって招集された兵士がウクライナで投稿した初めての例だとしているんだよ。ゲラシチェンコ顧問は、ウクライナ東部にあるクプヤンシク近郊の森で、ウクライナ軍の第92旅団が凍えて怯えきっていたロシア兵を捉えたところ、その兵士は部分動員令によって招集されてウクライナに来た兵士で、所属部隊から脱走してロシアに戻ろうとして道に迷ったと証言したと説明しているぜ。そのロシアの脱走兵は動画の中で、自分は部分動員令でロシア軍に徴兵されたと語っているほか、ウクライナとの戦闘ではロシア側に多くの犠牲者が出ていると述べ、ロシア政府のプロパガンダに耳を傾けてはならない、ウクライナとの戦闘に参加してはならないと呼びかけているんだって。さらにこの脱走兵は、戦場に派遣されて3日目にウクライナ軍に捕らえられたと述べ、所属部隊の司令官には一度しか会っていないとも語っているが、この動画に関する事実確認はできていないとされているよ。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。